日本において国民的なスポーツとされている野球。2023年3月28日に更新された男子野球の世界ランキングでも日本は1位となり、強さが際立っていると言えるでしょう。2021年の東京オリンピックでは金メダルを獲得。今年の WBC も制すなど、日本は世界に強さを証明しました。さらに今年の9月10日には、Under-18 ワールドカップで高校日本代表も世界を制しています。このように圧倒的な強さを見せる日本の野球界。メジャーリーグで花開かなかった選手も NPB に活躍の場を求め海を渡るほどなのです。しかし近頃では NPB でプレーする韓国人選手の数は減る一方、今回はなぜ韓国人選手が NPB でプレーしなくなったのか探っていきます。NPB から姿を消した韓国人選手。1990年代から2010年代にかけて日本プロ野球でも輝きを放っていた韓国人選手。韓国人選手が NPB でプレーしなくなった理由としては日韓問題の影響か？そもそも日本で活躍できるレベルの選手がいない？かつて人気のなかった韓国野球も人気が出てきたから、などと噂されています。ある韓国野球関係者は、韓国の選手が日本にやってくる可能性はないですか？といった質問を受けた際、まずないと回答。誰がという問題ではなく、基本的に韓国の選手が日本でプレーする可能性はほとんどないと感じているといいます。その理由は、海外進出イコールアメリカという思考に変化したことや、年俸をはじめとする金銭問題と言われています。現在韓国野球リーグ KBO で活躍しているキム・ヒョンス選手はメジャーに挑戦し、16年からボルティモア・オリオールズでプレー。また、現在 KBO から追放されているカン・ジョンホ選手もピッツバーグ・パイレーツに所属していました。先駆者が海外への道を切り開いたことで、他の選手たちも自分もメジャーでやれるのではという思いを抱いたのです。こうしてメジャーリーグに目を向ける選手は年々増加。かつては海外挑戦といえば日本を選択する選手が多くいましたが、次第にメジャーリーグへと移り変わっていったのです。また日本の野球界といえば、韓国人選手にとって稼げる場所という認識がありました。一昔前は日本の野球界の方が韓国の倍は稼げていたとの話も。しかし最近の NPB は外国人選手に投資をしなくなってきました。一方で韓国では野球の人気が上昇。球団側は選手を引き止めるため選手の年俸を急激に押し上げているのです。簡単に言えば日本に出稼ぎに来る必要がなくなったということ。さらに日本側も特に韓国人選手を求めているわけではないといった背景があると言えるでしょう。弱体化した韓国野球。最近では韓国野球が弱体化傾向にあるとの見方も散見します。これも NPB に進出する韓国人選手が減った理由の一つかもしれません。今年3月に行われた WBC で1次ラウンド第2戦で日本と対戦した韓国は13対4と惨敗。格下と言われたオーストラリアにも競り負けるなど、まさかの2大会連続の1次ラウンド敗退となっています。しかし韓国野球といえば WBC やプレミア12で何度も日本と激戦を繰り広げてきた相手。一体なぜ弱体化へと進んでいったのでしょうか。日韓のプロ野球で活躍した二浦久夫氏は、韓国野球が弱体化した理由について、韓国野球がアメリカナイズに変わっちゃった。ストレッチやってすぐバッティング。細かいことをやらないわけです、と語っています。さらにキャンプをアメリカで行うチームが多い現状を指摘した上で、アメリカナイズされるのもいいんだけど、グラウンドで汗を流さないと、ともコメント。上に立つ人がしっかりした考えを持っていなければ、韓国野球はダメになると苦言を呈しています。また韓国のベテラン記者は、韓国の弱体化について、日本などの他国と比べ、投手の球速が上がらない点が最大の理由だと述べました。さらにその原因は指導者の勉強不足にあると語っています。スポーツ紙の記者として長年取材してきた業界の大御所チェ・ミンギュ氏も、指導者の世代は学校の教科書をろくに読んだことがないという時代の悪影響が残っています。つまりはアメリカなどの理論を学ばず、俺について来い、言うことを聞いておけばいいといった指導を続け、選手の想像力が育たず成長しない傾向があると指摘しています。韓国が弱体化から抜け出し、再び日本のライバルとなるためには、指導者たちが勉強し、方針を変える必要があると言えそうです。韓国で起きている山積みの問題。
韓国野球は WBC での活躍をきっかけに人気を高めていきました。一方で毎年のように不祥事が起きています。2012年には現役選手が違法スポーツ賭博の八百長に加担していたことが明るみに。15年には当時サムスンライオンズに所属していたイムチャンヨン投手やオ・スンファン投手らがオフシーズンにマカオでギャンブルをしていたことが問題になりました。16年には本塁打王や年間 MVP 経験を持つ選手が公然わいせつ罪で懲役8ヶ月という処分が下されます。その他にも現役プレイヤーにもかかわらず、性加害により実刑判決を受けている選手も存在するのです。このような素行の悪さにより、韓国プロ野球は道徳不干渉なのかと厳しく批判されるも不祥事は止まりませんでした。20年には3名、21年には1名、22年には2名と毎年飲酒運転で摘発される選手が出ているのです。その後も外国人選手の大麻摘発やドーピングテストでの禁止薬物の検出など、相次ぐ問題により一気にファンは離れていったと言われています。ちなみに先ほど紹介したキム・ヒョンス選手は、メジャー1年目は故障もありながら95試合で打率3割2厘を記録していますが、2年目はフィリーズに移籍するも成績不振。わずか2年で韓国野球へ戻っているのです。カン・ジョンホ選手は2009年と11年、16年に3回も飲酒運転で摘発され、運転免許が取り消されています。度重なる不祥事を起こし、パイレーツへの復帰ができなかったカン・ジョンホ選手は、2020年、韓国野球への復帰を宣言。しかし世論の激しい反発に自ら復帰意思を撤回しています。不祥事が続く韓国野球の選手を求める海外球団がいないことはもちろん、韓国人選手自身が海外で通用する力を失っているとも言えそうです。これまで活躍した韓国選手。近年日本でプレーする韓国人選手はいなくなりましたが、過去には NPB で活躍した選手もいます。1999年に引退したソン・ドンヨル投手は、韓国野球から初めて日本に移籍した選手として、96年に中日ドラゴンズに入団。韓国史上最高の投手と呼ばれ、韓国野球では新人から7年連続、計8度の最優秀防御率、最多勝4度、最多奪三振5度、最多セーブ2度と投手タイトルを総なめにしました。日本語の習得にも熱心なことなどから、親日家として有名でファンに愛された選手です。98年に韓国の一郎として中日に入団したイ・ジョンボム選手。2001年シーズン中に退団するまで NPB 通算286安打、27本塁打、99打点、53盗塁という記録を残し、中日退団後は韓国キアタイガースで11年までプレーしました。来日した韓国人野手で最も輝かしい実績を残したのはイ・スンヨプ選手です。韓国時代にはサムスンの主砲として本塁打王5回、打点王4回など多くのタイトルを獲得。2003年にはシーズン56本塁打を放ち、王貞治氏の55本を超え、当時のアジア記録を更新する偉業を成し遂げています。2003年オフに FA 宣言して日本に活躍の舞台を移すと、NPB 通算8年で159本塁打、439打点という成績を記録。12年から韓国サムスンに復帰し、韓国プロ野球通算最多本塁打記録である467本を記録しています。韓国経由の助っ人たち。日本プロ野球でも大きな役割を担っている助っ人外国人選手。実は NPB の助っ人外国人の中には、韓国リーグを経由し日本にやってくる選手が多くいます。最近の例では、ヤクルトのアンドリュー・スワレス投手や、西武の某高橋投手が韓国経由で入団。過去には2003年に、ドゥーサンベアーズから、ゲイリー・ラス投手。14年には SKY バーンズで、最多勝投手となったクリス・セドン投手。20年にはエンジェル・サンチェス投手を巨人が獲得しました。他にも2008年に、ダニエル・リオス投手。18年に、デビッド・ハフ投手がヤクルトに入団。11年に楽天に入団したケルビン・ヒメネス投手、16年に西武に入団したアンディ・バンヘッケン投手などもいるのです。しかし韓国経由の助っ人選手は活躍できない傾向にあります。巨人のセドン投手は初登板で15奪三振とインパクトを残したものの、残念ながら1年で退団してしまいました。ラス投手も同様に1年で退団しています。21年に阪神に入団したラウル・アルカンタラ投手も同様です。
アルカンタラ投手はドゥーサンベアーズ時代に20勝を挙げ、全球団勝利も達成。しかし阪神での登板時には2巡目以降バットに合わせられることが多く、中継ぎとして起用されるようになりました。その後も安定した投球ができず、2年で退団し韓国野球へ復帰したのです。とはいえ中には功績を残した選手もいます。タイロン・ウッズ選手はスティーブ・コックス選手とともに2002年横浜に入団。当初はコックス選手の方が評価されていたのですが、ウッズ選手は2年連続本塁打王に輝きます。一方コックス選手は1年で退団と予想を覆す結果となりました。その後ウッズ選手は中日に移籍。2006年に本塁打と打点の2冠を獲得すると、 NPB 在籍6年で240本塁打と圧巻のパワーを見せつけました。 KBO、NPB の両方で本塁打王、打点王の2冠に輝いた唯一の選手です。しかしやはり韓国リーグを経由した助っ人の多くは 1,2 年で退団するケースが多い様子。韓国と同じように活躍できる可能性が低いということも、韓国選手が NPB でプレーしなくなった要因なのかもしれませんね。今回はなぜ韓国人選手が NPB でプレーしなくなったのか探ってきました。韓国野球の問題を解決しない限り、海外で活躍したいと思う選手がいたとしても、受け入れてくれる球団は少ないでしょう。不祥事まみれともいえる韓国野球が、日本のライバルとして再び白熱した試合を繰り広げる日は訪れるのでしょうか。また日本で、あるいは世界で輝かしい実績を残す韓国人選手が現れることを願ってやみません。